ホワットニュースこのコーナーでは最近やった気になるニュースを二人がピックアップして、ホワット紹介していきます。何がどないしたん急に。どないしたん急に。ね、<laughs> 何がなんで笑うことがあんのいいですか、はい、いいですよ。ホワットニュースの始まる前、はい、直前に。直前に何 隣の稲見さんに歌って、小さい声で、お腹空いてんのって聞くのやめてもらえますか違うね。そうなんです行きますよ。おいで、サマーがこう、キューって出す瞬間に、稲見のお腹がゴー言うたから、お腹減ってんのって言うたら、うのさんが急に笑いだして。もうね、余分なこと言わないで。もう本当に。俺も笑いかけたんですよ。お腹減ってんのって言った時に稲見が減ってない顔したから。 いやお前ななっっっとるやんってなんて <laughs> 頑張ってね、はい、頑張って、そこの部分を用途したんです、はいはい、紹介していきますので、そこから笑おうと思ったんですけど、はい、もう、こらえきれなくて、<laughs> もう、本当、すいません、<laughs> <や>本当にごめんなさい。稲、ね、の,の頑張りがね <laughs> ほんま、お腹減ってんのに減ってへんふりする頑張りがね。これな、<laughs> なんか意味が、ええ、減ってますいいじゃないですか。はい、ね。ええ、足減ってますよって言うて。あ、ここにおにぎりあるから食べなよってなるのにね。いや、減ってません何があって、ゴー <laughs> って言うから。<laughs> ね、<laughs> ねえ。結構お腹なるでしょ稲見。イナミンようなるよ 初めの方はちょっと言うてたけど、またこれが放送に乗らんか乗るかぐらいのグーやから、もうええか思ってたんで、だからまあ本番前にもう本当ごめんなさいすいません。何もかも稲見の。本当ですね。食欲のせいです。お腹の虫のせいです。お腹の虫のせいです。お腹減ってんやろ減ってます。なんで言えへんのん、なら。最初に。あ、ほま。こんなメンバーでやっておりますので、よろしくお付き合いください。トップニュースはこれからです。 周りの人からいつもおごってもらっているおごられ上手な人が欠かさない行動といえば何でしょうインターネットでアンケート調査を行ったところ1位はごちそうさまをちゃんと笑顔で伝える2位はおいしそうに食べるそして3位は少ししか。 大目に払ってくれなくても、きちんとお礼を言う、でした。うん。そうですよね。おごられ方ってなかなかね、うん、難しいですよね。そうですね。翌日か、え、4位が会見の時に一緒に財布を出す。この出すっていうのもなかなか難しいですよね。はい。完璧にこの人が出すってなってるけ一応財布出して、ちょっとこう、いくらですかっていう顔込みやんか。 なんかこう、財布だけ出して、ウーってボーっとして、ね、持ってたってあかんや。なんぼやろみたいな、こう不安と、あれを入り混じった顔も入れとかなあかんや。財布、ね、財布舐めのその顔。<laughs> だからこれはなかなか難しいです、4位はね。はいはいはい。翌日感謝のメールを送るね。はい。これない人はないよね。 うん。あの、いや、マジかって思うけど。うん,う,んうん。ほんで、いや、なんかね、もう年取ってきて、はい、だいぶ分かってきましたよ。昔僕がよう上の人に怒られてたのが。うん,うん。あのー、いや、ええー、ねんけど、ほんまにええんですけど、 なんて言うんですかその、こいつ他で失敗したらあかんなと思って言うてくれてんやろなっていう。僕もけーへんやつ別にいいんですけど、うんで。まあ次連れていけへんだけでぐらいの感じやけど、でもこいつのこと思ったら、 お前、それは入れといた方がええで、って言うてめえ、言うべきかな。でもね、そいつがそこまで分かれへん。もう他で恥かれてあかんから、まあ、やでって俺はええねんけど、って言いながら言うても、実際お前いちゃうんかいって思われても嫌やな、とか。そうなんですよね。そうやって取られると、あの人結構うるさいでっていうふうに逆に取られて、それをまた言いふらされても気悪いもんね。お店や料理の文句は絶対に言わない。これもむずいよ。あのね。 後輩によってはね、うん、いい意味でなんですけど、うん、ここあれですね、うまい割にはめっちゃ安いっすよねって、言うやつおるんですよ。ああ、なるほど,るほどこれは、うん、あの、多分言うてるやつはそんなに、あの、悪意はないんですよ。うん、ない、ね、美味しいと。うん、その割にお安い、いい店ですよね,ね。僕もこれそうかもぐらいのい意味で言ってるよね言うてんねんけど、なんやろ。え、なんやねん、安い店で。 何んやん、あかんのか。って、思われる可能性がある言葉やんか。うん、軽いもやっと感を残しますね。ね。だから、まあ別に、これはね、あのー、言うたらダメですよね。だから言わないのを越したことがないというやつですよ。うん。美味しかったです、ごちそうさまでしたが一番いいっていパターンですよね、うん。食後のコーヒーなどを額学でおごる。ああ。あ、ああその、例えば、ランチとかだったら、その、あと行ったところで。コーヒーだけでもおごらしてください。 気持ちいい、ね。気持ちが伝わりますね。次回は私にご馳走させてもらえませんかと次の予定を立てる。うん、これはなんかちょっと会社の匂いですね。そうですね。俺<ー>、うん、この前、あの、用意どンの工場見学行ったんですけど、えー、えむっちゃええ社員の人やったんけど、お父さんですけどね。うん、<laughs> あの、俺ほんまに平成でもこれ言うんやん思ってん。 けど、まあ、あその辺、一、うん、つ、よろしくお願いしますって。一 <laughs> つ、よろしくお願いしますっていうのがめちゃめちゃおもろかって<ー>。これ、0時のものまでしか見たことないわ、思って。あれはおもろかったですけどね<ー>これなんかあいつはニュースな。うん、あえて高すぎるもの、安すぎるものばかりを頼まない。これむずいけどね。うん、うん。お感情の時は相手に払ってもらい、店を出た、出てからいくらだったかを聞く。ああ<ー>、うん。だからこれ、出といてって、言う人を、うん が、ええけど、うん、言わへんかったら、どこにポジショニング性がわからん時あるな。ありますね。それも、あんまり、そんなに親しくない相手ね。うん。うん。もう分かってる人だったら、先に出といて、うん、後から、おいくらですかって聞いたら、もうええよ,、うん、え,え,よええよって言われて、うん、えー、でもそんな相手い,いって、今日怒りやってって言われて、ああ、すいませんありがとうございましたって、うん、ごちそうさまでしたで終わる時もあんねんけど、そうですね。わからないパターンがありますね。 だから、これはごられ上手でしょごられベタなやつは前から言うてるけど、ほんまウーロン茶の飲む速度考えろや、お前っていうやつね。ごく,ごく飲まはりますもんね。家かっていうぐらい。<laughs> いやもう、いや喉乾いてるやんったらええー、でって。うん、喉乾いてるやんったらええけど、うん、多少ね。うん 喉乾いてんったら水頼みましょうよね。もうそうなったら。そういうことなんですよ。<laughs> だから、いや、なんで水やねんと。<laughs> いや、僕喉乾いてて、ゴクゴク行くんで。うん、ええやん。やそ,うそうそう。うウーロン茶ゃって言えよ、お前。水なんてお前。っていう、一コント。うん このトコントがあることによっていや飲んだらええがなってそのおごる側に言わせるトコントはいはいそこが素敵ですよねうんかわいいもうねお水くださいって言ってお水飲んでてねびっくりするやつそれよたまにうん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 バーン置いてまだ2センチぐらい残ってんのに「コーラください」こいつたろかマジでお前今俺プマンザしなあかんで今ので」こいつ かわいくないというかね。あ、確かに。だから、おごってあげて、よかったな、と思えないんですよね、そう,そういう人には。逆にね、うんうん、女子とかにもおるんですけど、はい、ま男にもおるんですけど、うん、なんか、お酒なんとか中杯言うて、1時間ぐらい、もう、全然減らんと、うんうん、あの、なんかもう、上の方の何も入ってんとこは、白になってて、うん、お前、それ次飲もう思ったら、ちょっと草なってないっていうぐらいずっと、その、わかる 置きっぱなしのも、うん、もう嫌やったら頼んだらええやん。うん、って、にもなるな。あ,<ー>あんま飲まへんすぎてもこれ困るわ。微妙なとこですね、そこは。これ微妙やな、おごる、おごられ。おご、うん、られる側にしたら、うん、そんなん言われるやったら別に生きたないわっていうね。うん。ことにもなってくるし。うん。そうですね、本当にそう思います。だから、普段仲が良くね、してもやっぱりそういうところでプッて出てしまう。 言動とか行動で。そうそう。人の金やったらこいつって思う時もあるもんね。<ー>打ち上げとかやったら、はあはあ、唐揚げを、って言って10人ぐらいで言ってるだけやのに、はあ、唐揚げをじゃあ4つもらえますって、いや、誰が食うねんって。<laughs> 2>, 2個ぐらいから、行って、いや俺唐揚げだけを食うんやったよえで。<laughs> <laughs> あの、飲み物と唐揚げだけひたすら食べるんやったら4つ頼んでもええけど、その他、ホッケ3つとか、誰が食うねん、<laughs> ホッケばっかりボケー、言うて。 心の中で、俺が小さいんかな思うけど、<laughs> バランスって。うん。あれは、あの、頼むバランスのいい人にチョイスさせないと、えらいことになりますよ。ねうん。まあ、あれもあるわ。あの、数も、あの、妙。ほうそだから、そのね。うん,うんうんうん。唐揚げは1か2ぐらいですか。だし巻きをじゃあ2かなとか、枝豆もじゃあ3つぐらいにしときますかとか。うん。で、あるんのけど、なんか知らんけどね。うん、いや、お前の金やってた、それ、そんだけ頼むって、思うね、うん。<laughs> 自分払わんで思てるからやろうと。 だんだん俺帰りとかね、あいつ、うん、帰りのタクシーとかで、だん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 腹立ってきたあいつ、ほんま、って思ってる自分が今度また器ちいさいんかな、思って、<laughs> 腹と、えってなってくどこにも、矛先を持っていてか,かといって、その、オール側の、例えば、兵藤さんがオール側だとしたら、兵藤、うん、さんはもう決めてって言うもんね。うん。もう,もう適、適当に頼んでっていう言い方しはるもんね。適当にって言うもんね。うんうん。うんだからやっぱそこは上手に渡っていく子は一人いないと、 そうですよね。みんながね、気持ちよく。うん、ちょっとこのね、難しいですよね。あ確かにね。いやもう怒られ上手な人ってほんまいますからね。この前。ってるわけじゃないけどね。銀シャリの橋本とご飯行ったんですよ、二人で。メガネの方ですうまいこと言う方ね。はい、うまいこと言う方ね。はい。あいつも心地いいですよね。ああ、そうです。結構エボリュームで噛んで喋ってくれるから。うん。だから先輩と来てるから、黙ってたらあかん。 ちゃんとね。ちゃんとこう、先輩の喋るのもちゃんと喋ってもらって、自分もはばあ、こんなんですか、こんなんですか、兄さんみたいな喋ってくるという、ほんまになんかちょっと、うぶ湯で体洗われてる感が。まあ、素晴らしいじゃないですか、橋本さん。ってなりましたよ。気持ちいいんね、それが一緒に喋ってたらね。あと、川城とかもね。で、名古屋の本民湯とかあなるほど。結構みんな、俺の体をうぶ湯で洗ってくれますよ。赤ちゃんか。もしくひっくり返されて、次はひっくり返されて、お尻プリンってなって。耳に水入らないように。 抑えてくれて <laughs> ちゃんと背中回ってくれる。そういう感じの人と行きいたいですけどね。なかねはい。はい、えー。このニュース何法は方？醤油は